256回、11月15日の午前の、はあ、やだやだ、意外、やっぱ場面が難しくなってきてる最近。では行きます。放題始まりました、アマチュアチャンネルです。さあ、届きましたよ、トイックの結果でございますね。第256回、11月15日の午前のテストになりますね。さあ、緊張しますね。10月9月取れませんでしたからね、なんてこったっていう感じだったんですが、まあ90回目をね達成することができたんですが、91回目、果たして取れたのか、いよいよ見てみたいと思いますね。本当にね、今年は本当トイックで中止で大変で、やっと90回取って、よっしゃ、次91回だーって結構自信ありげにね、開けたらダメだったんで、前回。もう超緊張してますよ。ショックだったよ、もうめちゃくちゃ。さあ、ね、やっています。あれか、リスニング中断された時だ。そうだ、途中で先導者やってきて、リスニングが中断されて、そうだ、それで先読みとかできなかったりなんだり、そうだよ、そうだ、そうだ、イライラしながら解いてたやつだ。まあ、12月のね、好評とか傾向に関するやつ、動画出てますんで、見てください。で、1月は僕受けられないですけど、午前受験される方と午後受験される方が、僕の生放送出てくれるって連絡来たので、はい。なんで、反省会ライブ自体は行いますので、ぜひそれも聞いてください。では、開けましょう。はぁ、緊張するなぁ。はぁ、やだやだ。ほんと前回のね、余裕ぶったのがものすごい恥ずかしい。怖い。では行きます。はい。どう、行った。よし、やったー、よかった、久しぶりに、あー緊張した、やった、90回いった、よし、これで来年100回の可能性出てきたかな。あ、でももう来年1月も申し込めてないからダメか。え、いけるのかな。あ、いけるか、全部当たれば9回で、前回のも当たれば来年いけますね。よかった、ふう、また中止にならなければ。よし、ぶねー。では正答率見ていきますね。怖っ。よかった。では正答率、さあ果たして何問正解したのかっていうのの正答率です。ではまずリスニング、はい。ん？どうなってる ?90、98。あ、リスニング結構間違ってる。190、198、100。要点、基本的な文脈を推測できるのところが90、だいぶ低いな。長めのやつも98。暗示されてるやつが一番難しいのに、それ 100% だ。意外。うわぁ、僕11月って、そんなでしたっけ？そんな難しかったかな？影響出ちゃったの？そうだね、長めの会話って来てるから、パート3の時にだって来てたからね、外旋者。あ、嘘、影響されちゃったのかな？でもまあよかった。じゃあリーディング見ますね。リーディングは100、100、100、100。あ、全問正解だ。もったいな。リーディング、リーディングって全問正解なかなか出せないんですよ。うわー、マジか。年に1回とか2回出せるかなんで、もったいな。それに対してリスニング全問正解は何回も出してるんで、うわー、もったいな。この時リスニングの全問正解出てれば全問正解だったのにな。やっぱわあ、全問正解厳しいですね。で、感想としても、難化って言ってる回だね。256回は。で、254、55が当たってないんだ。で、253回の時はだいぶ簡単でしたって言って、簡単でしたって言って取れなかったんだね。ダメだな。はい。252はね、楽勝って言って取ったんだね。あれか、名古屋行って252は取ったんだよね。で、90回目の満点取って、91回目いけるだろうって思って、イエーイって言ったら無理だったんだよね。で、256は難かったって言ってて、リスニングも止まっちゃうしって言って、あーでもリーディング満点は、いや、リーディング全問正解は、もったいないな。はい、では分析していきますね。リスニング、まあ、そうですね。だいぶ平均が低い、短い会話においての詳細が82でボンと高いんですけど、あとが全部 60% 台ですから、かなり低い。っていう印象ですね。うん、やはり難しいと思いますね。やっぱ場面が難しくなってきてる最近。
こんな場面取材されるんだなっていうのがあるので、うん、そこ厄介です。で引き続きやっぱり変化球ですね。でパート2の意図ですよね。何を言ってるのかっていうのは難しいので60と。まあ何かしらやはり推測系は難しいんですよね。うん、だいぶ低い回じゃないですか。うん、なんか一個だけボンと高く出てて、あとおしなべて低い回でしたね。続いてリーディングですね。やっぱ推測が 53% しかないからね、平均。平均53でしょ？もうやばいね。具体的ですら62しかない。で、まあ複数の文章照らし合わせ56。やっぱり低い。53、56でね。まあ、やっぱ推測と散りばめられたやつっていうのは低く出る。で、語彙も60だからだいぶ低く出てる。文法はまあ70超えることはよくあることですね。うん、やはりなかなか大変だったと言えるんじゃないでしょうかね。公式問題集に関してはね、ちょっと出てますんで、音声に関してのあの動画出しましたんで、公式問題集は5がおすすめっていうのもね、出ておりますんで、そちらも見てもらえればいいんじゃないかなと思いますね。そうそう、公式問題集はね、とにかくね、新しい方からやるっていうのが大事ですからね。やっぱ、1、2、3買いましたとかってコメント来ちゃってましたけど、いや、1、2、3と違うからだいぶもう、で、5、6、7、で、5がおすすめっていうなりますんで、はい。そっちでやった方がいいですね。かなり現代化してきたし、出てくる表現も新しいの出てますんで、そういった対策をしてもらえばいいんじゃないかなと思うし、という形で、はい、12月は、2020年は結果が見れるやつですね。まだ12月の結果見れてないんで、来月までわかんないですが、とりあえず、今のところ参戦して2回満点取れたと。だから89回から91回になることができたって感じですね。はい、来月、12月の結果見て、一体4戦中何勝だったのかっていうのね、見ていきたいと思います。で、お知らせした通り、1月10日は僕は起きられませんが、反省会の生放送はいつも通り行いますので、楽しみにしておいてください。まあ、ね、出たいっていう方いらっしゃったら、問題覚えられます、僕、点数高いですっていう人いたら、ね、ぜひ来てください。僕もそうやってね、この表に出るようになった人ですから、それがなかったら、こうやってインターネットの世界で私こうやって発信とかしてなかったですからね。一気にね、前回出てくれた方も、ね、YouTube チャンネルね、ポンと伸びましたしね。あ、そう。英語講師オーディションもやっておりますので、今ですね、自分すごい教える力あるのに、全然世に出てないですよ。YouTube チャンネル伸びないですよ、とかっていうね、教育系の方、ぜひ、今回英語だけじゃなくて、いろんな科目募集してますので、そちらも概要欄貼ってありますので、ぜひ応募してみてください。トイックに関しては、まあ、いろいろと今本も書いてたり、しますんで、また活動していきます。あと、メンバーシップね、レベル2以上の方は、毎週トイック動画上げてますので、解説講座の動画上げてますんで、まあ、そちらもね、見て参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。一応全30校あるはず。2つの種類があって、全30校かな、ある予定になってますので、そちら楽しみにしておいてください。はい。また来年ね、受ける方頑張りましょう。まあ、だいぶ抽選とは言うものの、かなり当たる人の割合は増えたということらしいので、やっぱ午前と午後にして、だいぶ席を用意できるようになったっていうふうに言ってましたんで、前はね、その席に対して応募する人がもうなんか1対10みたいな感じだったけど、今結構1対 1.5 ぐらいまで来てるそうなんで、ぜひぜひまた来年もよろしくお願いします。トイック頑張りたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 一緒に頑張りましょう。英語学習。